ホテルでザンバリット、通称アンバリットは、パリの歴史的建造物の一つ、旧、軍病院。廃兵院もしくは廃兵院とも書く。1671年に、ルイ14世が、傷病兵を看護する施設として計画し、リベラルブリュアンが設計の指揮を取り1674年に、最初の傷病兵たちが入った。建築史上有名なのは付属する、礼拝堂の建築である。 教会は、聖類と称えられる、類璃旧聖の遺体安置のために建設された。教会の建設は1677年に始まり、後に、兵士の教会とドーム教会に分かれ、ブリアンの弟子、ジュール・アルデュアン・マンサールのもとで1706年に、完成した。オルレアン朝時代、ルイ・フィリップ国王により、ドーム教会に、地下墓所が設けられ、ナポレオン・ボナパルトの棺が、 中央に置かれた。また、それを囲むようにして、ナポレオンの親族やフランスの著名な将軍の美容が置かれている。21世紀当初において、100人ほどの戦傷病兵や将位軍人が暮らしている。一部は、フランス軍事博物館として公開されている。サルペトリエール病院等を設計した。パリマップルマガジン海外、秋踏め社、2016年、19ページ。 ISBN 978から4から398281296ありがとうございます。